こんにちは、マルシです。というわけで、今回も鉄道旅やっていこうと思います。いよ、四国ゆっくり鉄道旅実況、パート2の後編、始めていきましょう。今回は、三奈良駅から安房駅までの復路を実況していきます。では、早速三奈良駅へ行きましょう。はい、多分わからないと思いますが、三奈良駅です。またお前か。というわけで、この610系高浜へ投稿を移しとんねん。この610系高浜駅に乗ります。後ろには、横川原駅の610系です。三奈良駅、発車です。センター前です。ルーフォースご利用のお客様、乗り換えです。ありがとうございました。さて、横川原から見て、二つ目の列車交換駅、梅の元駅です。横川原駅の3000系が止まってますね。というわけで、また倍速かけていきます。
はい。Bye.
余談ですが、この前、発行に行ってきました。なので、次の動画はここに行った報告的な動画になるかと思います。ぜひ、ご覧ください。西手川公園です。ありがとうございました。ご覧ください。ご足元に十分お気をつけください。松山市です。前のご乗車ありがとうございました。これでお客様、車内にお忘れ物のないよう支度を願います。お客様にご案内をいたします。本日から伊予鉄高島屋7階催し会場では、大東北展を開催中。利休の牛タン弁当やモチベーのスタンプ、ずんだ餅など、東北6県から自慢の名物が勢ぞろい。ぜひお越しください。まもなく松山市です。群中、大海道、道後線方面をお越しのお客様、乗り換えです。前のご乗車ありがとうございました。ご覧のお客様、車内にお忘れ物のないよう気をつけください。なお、引き続き、この列車は14時ちょうど発、桐山、三津、高浜方面下がっております。引き続き、高浜方面をお越しのお客様は恐れ入りますが、明日までしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく松山市です。松山市です。松山市、発車です。到着しました。はい、どうもご乗車ありがとうございます。ちょうど列車は、三津高浜方面行きです。終点、高浜には14時21分の到着です。次は、非常にクールな車掌さんですね。
池町です。JR 松山駅西通り方の町を運転をお越しの方の乗り換えです。ありがとうございました。大手町到着です。サラダバー松山駅へ行きましょう。Thank you.
というわけで、ハワイ駅、到着です。はい、というわけで、いいよ、四国ゆっくり鉄道旅実況、パート2の後編、いかがだったでしょうか。伊予鉄道郊外電車は、まさかの610系という展開でした。JR 四国の部分では、時間が押していて、ダイジェスト形式になってしまいました。他の鉄道旅実況者さんたちは、もっと動画を撮影してるはずなのに、あの短い動画に収められるところにも、本当に感心しますね。私も見習って、もっと良い動画を作っていきたいと思います。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。